自称、樹栄の乱。自称、樹衛の乱自称樹衛の乱自称樹衛の乱は、平安時代末期の自称四年、1180年から、元略二年、1185年にかけての六年間に、わたる、大規模な内乱である。古代最後の内乱であり、中世最初の内乱である。後白河法皇の御子持人王の挙兵を契機に、各地で、平の清盛を中心とする。 兵士政権に対する反乱が起こり、最終的には反乱勢力同士の対立がありつつも、兵士政権の崩壊により、源の頼朝を中心とした、主に万道兵士から構成される関東政権、鎌倉幕府の樹立という結果に至る。一般的には、厳平合戦、厳平合戦、厳平合戦あるいは、厳平の戦いなどの故障が用いられることがあるが、 こうした故障を用いることは適当でないとする議論がある、詳しくは口日、また、欧州合戦終結までを自称自衛の乱に含めるという見解もある。平安時代末期、長過、貴族内部の権力闘争が方言の乱、平時の乱といった軍事衝突に発展するようになった。こうした内乱で大きな働きをした平野清盛は、 対立を深める小白川上皇と二条天皇の間をうまく渡り歩き、さらに摂政、この絵元座メと隕石関係を結ぶなど、政界における地位を上昇させていく。清盛の地位向上に伴い、平氏一門の官位も上昇、地行国を次第に増やしていった。二条天皇が崩御すると六条天皇が即位するが、後に高倉天皇が即位する。この間、 清盛は、後白河上皇と政治的に接近して、さらに栄達を遂げ、任願二年、1167年には、大乗大臣に就任。朝廷内における発言権を大いに増すこととなる。後白河法皇と清盛の政治提携は続いていたが、この二者を橋渡ししていた、謙春門院、清盛の義枚が、安縁二年、1176年に亡くなると、 両者の間に祖母が生じていくようになる。そして、安元三年、1177年北陸の国画と、比叡山の抹茶の対立をきっかけに、比叡山と陰金神が対立し、陰金神を守る立場にある、後白河法王は清盛に、比叡山攻撃を指示したが、清盛はこれを拒否。逆に、比叡山側の要求を通し陰金神の身柄を拘束するという手段に出る。 これによって、後白河法皇は、比叡さんの言い分を聞かざるを得なくなり、近親の追放を許す結果となる、獅子形にの陰謀を。一方、その頃から、高倉天皇が政治的発言権を強めるようになっていく。自称2年、1178年、高倉天皇の元に受大させていた、清盛の娘、徳子が巫子を出産。後継者となる巫子の誕生で、 高倉天皇が退位して、陰性を敷く条件が生まれる。しかし、自称三年、1179年、清盛の息子、平の重盛と娘の平盛子が、相次いで死去。この二社の医療や、治療国をめぐって、当時の摂政末戸の元房や小白川法王と、清盛の間に対立が起きるようになった。自称三年、1179年11月、 清盛のクーデターにより、後白河法皇の院政は停止される。また、このクーデターによって、摂政元房は解任され、代わりに清盛の娘婿のこの江元道が、摂政に就任する。また、隠近神の多くが開館された。翌日正四年、1180年2月、高倉天皇は、時人神皇、安徳天皇二条位、高倉院政が開始される。3月、 高倉上皇は、清盛の強い要請により、五福島神社への参詣を計画するが、洗礼を無視する者として、機内の自社勢力は猛然と反発する。また、この政変で、兵士の治療国は17カ国から32カ国に急増するが、このことは、全国各地において、国が権力をめぐる在地勢力の混乱を招いた。 東国においてはそれまでの旧地行国主の元国がを掌握していた在地豪族が退けられ、新たに地行国主となった平氏と手を組んだ豪族が勢力を伸ばすなど、国が権力をめぐる在地の勢力争いは一触即発という状況となった。自称四年、1180年、安徳天皇の即位により後位継承が絶望となった持人をが、 源の頼政の協力を受け、平氏追悼、安徳天皇の敗位、新政権の樹立を計画した領事を発した。その領事は、源の行家により、全国各地の源氏や八条院の支配下にある武士たちに伝えられた。しかし、挙兵直前に、紀伊熊野の兵士法、兼、別党不可思像を中心とした、本宮勢力と、反兵士方、教会を中心とした宮、 智勢力との熊の新宮が視線があり、その後、県、別島不可思想からの兵士への中心により、兵士追悼の企てが発覚した。持人大らは、平友森、平重平率いる兵士の大軍の攻撃を受け、同年5月、宇治の平等院で戦死するが、この挙兵が6年間に及ぶ内乱の契機となった。持人を廃止の頃、領事が各地の武士に配られていた。 そのうちの一人である、源の頼朝は、相模、伊豆、武蔵の武士団への呼びかけを始めた。頼朝は8月17日に挙兵、伊豆国木大の山木兼高を襲撃して殺害する。その直後、相模国石橋山にて、大馬影地からと交戦するが、頼朝軍は惨敗する、石橋山の戦い。その直後に、兵士法は、甲斐の国境付近で、甲斐、 源氏の安田義沙らと軍事衝突する。頼朝は回路で安房国へ移動して、相模三浦半島の豪族である三浦氏と合流した後、あと安房の在庁官人をはじめ暴走半島のカズ広常、千葉常種、武蔵の足立縁元、畠山茂らの諸豪族を参加に加えながら、急速に大勢力となっていく。 この勢力の大部分は、坂東一帯に勢力を張る兵士系武士であり、在地領主でもあった。当時、坂東の在地豪族間の争いは激しく、特に親兵士勢力そして新たに、治療国主となった兵士が支配する国画に、圧迫されていた千葉氏、数差氏などは、この挙兵を自勢力回復の後期と捉えていた、朝の暴走進出と前後して、千葉氏と兵士系の木台との戦いである。 有機浜の戦いが起きている。また、都から遠く離れた地にあっては豪族たちは、自力で所領を守るしかなく、その不安定な状態から抜け出し所領を安堵してくれる、ものを求めたいという潜在的な要求もあった。10月6日、頼朝は、先祖のゆかりの地である、相模国鎌倉へ入って、本拠地とする。これにより、関東政権、後の鎌倉幕府が樹立される。また、 この時までに関東政権は坂東南部の実質的な支配権を獲得している。同時期に海の武田信義を統領とする海、源氏の一族や信濃の木曽義仲も相次いで挙兵している。東国での状況を受けて平氏政権は平これ森、平忠則らが率いる追悼軍を派遣した。追悼軍は東海道を降り10月18日。 駿河国富士川で反乱軍と対峙する。大軍を見て、兵士軍からは脱落者が相次ぎ、目立った光線もないまま、兵士軍は敗走することとなった富士川の戦い。これにより、駿河、東東美は、甲斐、源氏の勢力下に入った。一方よりともは、この木を捉えて上落を検討するが、万能経営を優先すべきという数差しらの意見を受け入れ、まずは、 上ズサシチの利害の対立者である佐竹氏と交戦する。その後鎌倉に帰還した頼朝は侍所を新設し、和田義盛を別当、後に梶原景時を諸子に任じる。東国以外でも藩兵士勢力の動向は活発となっていった。土佐の源の望みにをはじめ、川内源氏のかつての本拠地だった河内石川の源の吉本、吉金府氏、 美濃の時氏、大海の佐々木氏、山本義経、熊野の深志蔵、伊予の河能氏、日後の菊池高直らのほか、若狭、越前、賀の財長官人など、多くの勢力による挙兵があった。機内においても、自社勢力を中心に、半兵士勢力の動きが活発化していた。それに対抗するため清盛は戦としていた福原から平安慶二頭を戻し、 軍事制圧に乗り出す。まずは、大海の藩兵士勢力を制圧し、ついで自称四年、1180年12月、平重平は、機内最大の藩兵士勢力、幸福寺を焼き討ちにする、なんと焼き討ち。自称五年、1181年正月には、紀伊の熊の散々勢力が挙兵して、伊勢や島で兵士側勢力と交戦するという動きも、あった。自年初頭には、 身の源氏を撃破し兵士は、機内制圧に成功する。一連の軍事行動の中で清盛は、平宗盛を、総監に任じてもらうなど、反乱勢力に対抗する体制を整えていく。そうした中で陰性を取っていた、高倉上皇が崩御したため、兵士は停止していた、後白河陰性の復活を余儀なくされる。さらに、うるう2月に、清盛が熱病で没死して、 平氏政権は強力な指導者を失った。直後の3月、平氏は再び東海道へ追悼軍を派遣し、尾張諏の又川で、源之行へと改戦して、勝利を収める諏の又川の戦い。この勝利の後平氏は東国への進軍を中止し、欧州藤原氏、越後城氏と提携して、東国反乱勢力に当たる方針を取ろうとした。当時の坂東の武士にとって、 最優先事項であったのは在地における各々の権益の確保と拡大にあった。頼朝は自らの御家人の権利を確保することが求められており、さらには強豪勢力とのせめぎ合いを常に抱えていた。実際に頼朝は、志田義弘、新田義茂、佐竹氏や足利忠綱といった周辺の敵対勢力を排除、屈服させることに非常に尽力している。自称四年。 1180年11月には、金社長の戦い、翌年、実際は、従影2年ともの足利とし名との争い、従影2年、1183年2月の抜き具合戦、さらに同年3月頃には、品の国地下編で、木曽吉仲と大軍を率いてらみ合った後は兵を結ぶなど、この頃の頼朝は、万道における自らの勢力基盤の確保と拡大に、 力を注がざるを得ない状況であった。また背後に、欧州藤原氏や、金社長合戦後も日立に勢力を残す佐竹氏の脅威を抱えていた。そのような中で御家人に対して、本領親恩給付といった所領の保証を行い、主従関係を強固にするとともに、大は、自らが有するととの人脈を通じて、朝廷との接触や交渉を行って徐々に、 万能における優位を獲得していく。一方、自称5年、1181年6月、木礎義仲は、横田川原の戦いで、白女職を破り、信濃から越後を席巻した。一時は上野まで進んだが、その後北陸方面へ転進し、後に越前若さなどで挙兵した、北陸の在地勢力と結ぶこととなる。その後、義仲を頼ってきた、持ち人を残。 北陸軍を衰退し、北陸における優位を確立する。この時期の東日本は欧州は、欧州藤原市の勢力下にあり、南万道は、源頼朝、越後と北、坂道信濃の一部は、源義仲、海すが遠遠海と信濃の一部を、海源寺が拡挙するという状況になった。自称五年とでは、要はと改元されたが、頼朝ら、 藩兵士勢力はこれを認めずに、自称の言語を用いた。この年から翌年にかけて、洋和の飢金という大飢金が起きたことに加え、平氏政権は、安徳天皇の大上祭の実施、11月24日を優先していた。一方、玉洋洋和元年、1181年8月1日上には、後白河法皇に、頼朝から密使が送られ、 兵士との和平を提案したことが記されている。機内を制圧した兵士は、北陸や鎮西方面の反乱鎮圧に乗り出し、要は元年8月に、平道森、常政をショートする軍を北陸に派遣した。しかし、道森と常政の連携がうまくいかない上に、兵楼不足に悩まされ、反乱を鎮圧することができずに、北陸から撤収する。 一方で鎮西の反乱勢力に対しては、平定義を派遣し、一年かけて、その反乱勢力を降伏させることに成功している。飢饉が、昇降状態となった、樹影2年、1183年4月、兵士は、北陸の反乱勢力を撃つために、平これ森、平道森率いる大軍を派遣する。兵士軍は、越前、加賀の反乱勢力を撃破するが、5月に、 加賀、越中国境の栗から峠で、吉中軍に敗北する栗から峠の戦い。7月には、吉中軍は、延暦島で到達した。ただ行き綱は、摂津、河内を占拠して、兵士の補給路を遮断。東藤海の安田義貞も、東海道を進撃して、京都に迫った。京都の防衛を断念した、平宗盛は、 安徳天皇や三種の人義を保持しながら都落ちして、西国に逃れていく。この時、後白河法王は、比叡山に脱出して、都落ちに同行しなかったため、安徳天皇を法じる兵士の正当性は、弱まることになった。吉中軍は、上落を果たすが、期待されたとの治安維持はうまく機能せず、しかも前年の飢饉の影響により、 吉中軍を養う食料が不足して、市中で略奪や牢石が横行する。また、天皇不在となってしまったとでは、安徳天皇に代わる天皇が必要となっていた。吉中はそれまで自らが報じてきた北陸軍の即位を強行に主張し、高倉上皇の御子のうちの誰かを即位させる、存念であった、後白河法皇や苦行たちの反感を買った。 このようなことから義仲の評判は落ちて、頼朝の上落を願う声が高まっていく。結局、義仲の北陸軍擁立は失敗し、高倉上皇の第四巫女の高平親王、後鳥羽天皇が位についた。このことにより、同時に二人の天皇が存在するという異常状態が発生した。同年九月、後白川法皇の命により、義仲軍は、 兵士追悼のため山陽道へ出発したが、うるう10月に、微中水島で、平茂平率いる平氏軍に大敗する水島の戦い。吉中が出陣して、不在の間に、後白河法皇は頼朝に使者を送った。頼朝は法皇から上落を催促されたが、鎌倉に泊まって逆に法皇へ、東海道、東山道、北陸道の国賀漁、昌園を元のように、 国史、本所へ変換させる内容の戦時発布を要請する。その結果、法王は吉中への配慮のため北陸道は除いたが、ほぼ上記の内容を認める受影二年十月戦時を、頼朝へ発して、東海道、東山道の省園、我領を、元の通り料家に従わせる権限、佐田県が頼朝に認められた。また、平時の乱以降流刑者という身分であった頼朝は、 以前帯びていた十五一下の議会に服して、流刑者の身分から脱する。頼朝は、すでに実質的に東国を支配していたが、この戦時発給は、頼朝が、東国支配権を政府に公認され、その正当性を獲得したことを意味する。また、今まで、反乱軍とみなされていた頼朝と、その支持者たちの軍勢は反乱者とはみなされなくなった。 頼りは、樹永2年10月戦時に基づく東国の年貢の納入を実行すると称して、源義常らを上落させた。この情報を聞いた義仲は、兵士との戦いを切り上げて、うるう10十月15十日に帰京する。義常軍は11月初めには大海まで到達し、味方の離反もあり、孤立感を深めていった義仲は、11月19日、宝珠寺殿を襲撃して、 後白河法皇を幽閉し、松戸の鹿を摂政とする、九靴政権を樹立する、法十字合戦。吉中は法皇に迫って、源の頼朝追悼の院長下し踏みを発給させ、翌永三年、1184年正月には、政党大将軍となり、形式的には、官軍の体裁を整えた。このような情勢した、 頼朝は弟の源ののを新たに援軍として派遣し、正月20日、範頼軍と義経軍は、それぞれ瀬田と田原から総攻撃を開始する。義経軍は義仲軍と交戦して、宇治の防衛戦を突破し、宇治側の戦い、そのまま受落して、法王の身柄を確保した。義仲は、合宮和で戦死した。 吉中滅亡に至るまでの間に兵士は勢力を立て直し、樹英三年1184年正月には摂津福原まで戻っていた。その頃、都では後鳥羽天皇の即位を控え、三種の人義不在を憂慮されるようになっていた。三種の人義は安徳天皇のもとにあり、三種の人義を後鳥羽天皇側に迎え入れるために兵士と和平するか、抗戦して、 実力で奪取するか朝廷内の意見は割れたが、武力攻撃による三種の人義奪還へと意見が固まる。やがて京都に駐留していた、のりより、義爪軍は、福原二陣を構える兵士を攻撃することになった。のりより、義爪軍は二手に分かれて、兵士を吸収し、会場へと配送させた、一の谷の戦い。この戦いで兵士は、多くの有能な武将を失い、 後の戦いに大きな影響を及ぼした。一の谷の戦いの後、頼朝は義経を葬式者として、機内西国の軍事体制を整える。土井實平、梶原景時が、山陽道に、大内恒良、大井實春らが、伊勢、伊賀に配備されるが、實平、景時は、兵士軍の反抗に苦しみ、頼朝は義経を総大将として西国に、 遠征軍を送ることを検討した。だが、その矢先の原略元年、1184年7月、平田家継藤原忠清ら、伊勢、伊賀の兵士家人がこと放棄する。激戦の末に反乱は鎮圧されるが、佐々木秀吉が討ち死にするなど鎌倉方、御家人にも大きな被害が及んだ。この乱の影響で吉経は、機内の治安維持に専念せざるを得なくなり、代わりに、 のりよりが、西国遠征の指揮を取ることになる。一方、東国では、頼朝によって、斐、源氏の一条忠頼が殺害され、甲斐、なのに対して、軍事力が行使された。これは、頼朝と同格で、もともと独自に挙兵した斐、源氏を頼朝の支配下に置こうとする政策であ。またこの頃から、頼朝に対して独立性の高い刑務者、 気内周辺の軍事貴族に統制をかけようという、試みもなされている。一の谷の戦いで敗れた兵士は、佐抜や島に陣を構えて、代理を置いた。8月、西国へ向かった、乗り寄り軍は当初は、順調に、山陽道を制圧したが、やがて長く伸びた戦線を、兵士の水軍によって分断された。また、関門海峡も、 平ら森によって封鎖されて、兵糧不足に陥り進軍は停滞した。この状況を見た義経は、原略2年、1185年正月、後白川法皇に、西国への出陣を創上して、その許可を得る。同年2月、義経は、阿波勝浦へ上陸後、在地武士を味方に引き入れて背後から八島を吸収し、兵士を追い落とした八島の戦い。 八島の戦いの後、瀬戸内海の政界権を失った、兵士軍は長戸へ撤退する。熊野別党不可志像が率いる熊野水軍や、河野通信らの伊予水軍をはじめとする中国、四国の武士が続々と、吉爪軍に加わり、時を同じくして、乗り寄り軍が九州を制圧したことで、兵士は完全に包囲される形となった。現略二年。 1185年3月24日、関門海峡の壇の裏で最後の戦いが行われた、壇の裏の戦い。序盤は兵士が優勢であったが、やがて劣勢となっていく。阿波水軍の裏切りもあり、兵士の配色が濃厚となるに従って、兵士の武将は海へ身を投じていき、安徳天皇とに位にも三種の神器と共に受水した。この戦いで兵士は滅亡した。日本において、 この乱以前にも大規模な内乱は発生しているが、それらの反乱は大規模であっても、辺境地域に止まる性格のものが中央地域、機内周辺における短期間の内乱に限定されていた。だが、この乱は中立的な立場を取った欧州藤原氏が支配する東北地方以外の当時の日本の国土のほぼ全域を巻き込んでおり、かつ5年近くにわたって続くものとなった。ところが、 当時の朝廷の軍政はあくまでも京都及びその周辺の短期間の創上、総兵や盗賊などや海賊対策には十分であったものの、こうした大規模な内乱に対応できる体制にはなっていなかった。平氏政権にしても、その成立のきっかけとなった方言、平時の乱において重大送電の家人などからなる少数の直属部隊で勝利を収め、 政権掌握後は必要に応じて、公権力の発動を行うことによ、諸国の兵士を動員することで補う形態を取っていた。ところが、この欄において、当初小規模勢力でかつ、反乱軍の扱いを受けていた、源頼朝勢力は、関東地方の支配権確保とその後の兵士政権、打倒有長期的、領域的な目標を達成するために、参加の武士に対して、 独自の本領安度や占領した土地の給付などを実施して、これをテこにして、長期戦に耐えうる軍勢の確立に成功した。これに対して、平氏政権側は、朝廷内の旧勢力、王家、貴族、自社との兼ね合いからこうした大胆な措置を取ることが困難であり、それが平氏政権側の苦戦につながったと考えられている。乱の以前、平氏政権は、軍事、 警察権を握り、多くの治療国を保有していた。このために、平氏政権に権益を奪われた、旧勢力、王家、貴族、自社により、平氏政権の排除が起訴された。最終的には、それが成功したのだが、旧勢力は、平氏政権が保有していた権益を全て奪還する、ことはできなかった。旧勢力に、平氏政権を排除する力、軍事力はなく、 その力を持っていたのは、武士層であった。当初、東国や北陸で勃興した反兵士勢力は、兵士追悼を建前として掲げてはいたが、本音では、自らの権利の確保、そして、中央政府からの一定範囲での独立を、真の目的としていた。旧勢力は、兵士打倒という目的のためには、実際に追悼に携わる関東政権に、依存しなければならず、 呪霊二年十月戦時の発給といった大幅な権限以上の道を開いてしまう。その結果として鎌倉幕府の成立がもたらされる。早々期の鎌倉幕府は東国の支配権を有するのみだったが、それは当時の幕府を構成する武士たちにとって十分満足できる結果だったはずである。創世期の鎌倉幕府と既存の朝廷は多くの圧力を抱えながらも、 荘園考慮制の維持という点では、利害が一致しており、元究元年、1190年の頼朝上落により、鎌倉幕府と朝廷の協調体制が確認された。鎌倉幕府と朝廷が全面衝突するのは、それから約30年後の上級の乱である。自称、樹衛の乱は、厳平合戦、または、厳平の戦いと呼ばれることも多い。この乱が、 持ち人をの平氏追悼の領事に始まること、平氏政権から頼朝政権、鎌倉幕府に交代したこと、民間レベルでは、平家物語や原平盛衰期などの影響から清盛、宗盛ら平氏一門と頼朝、義経、義,経義から源氏一門の争いと受け取られてきたことなどがこの故障運だと言える。しかし、平氏政権に反旗を翻した勢力は、 源氏一族のみで構成されていたわけではなく、単純に源氏と平氏の争いとは言えない。この乱には、熊野勢力や幸福寺、温城寺などの自社勢力が、反平氏を掲げて放棄し、内乱前期においては、北陸の在地豪族、吉中とは、別個に巨兵や九州の在地豪族など原兵という、氏族に無縁の勢力も数多く放棄している。また、この騒乱は、 一族や家族、地域の共同体という横の絆と、主君と家臣という盾の絆の相国があり、命をかけて戦った武士の全てが、源氏や兵士という特定士族に修練されるわけでもない。また、源氏や兵士は、皇族から分岐した家系であり、当然ながら非武士の貴族層にも多数の源氏、兵士がおり、当時の源氏長者、いわゆる、源氏の一族のトップも非武士の貴族である。 武士が、源氏者になるのは、後世の足利義光からである。非武士の源氏、兵士が、それぞれ武士の源氏、兵士に直接的、間接的に加担、援助したという記録は一切存在しないし、関与する動機が存在しない。つまり、源平合戦の故障で想起されるような、源氏と兵士が、それぞれの一族を集合して戦ったわけではないので、ある。確かに。 武田信義や木曽義仲など、藩兵士の掛け声のもとに挙兵をした、源氏一族は多い。しかし、源氏一族に属していても、兵士に、ゆかりや義理があって同族に弓を引いた者もいた。このことは、平治の乱において、摂津源氏の源の頼政が、川内源氏の源の義友とは、完全に別行動をとっていることからも伺える。野木宮合戦や頼朝と義仲の争い。 吉中と雪家の争いなど、源氏内部での戦いも、この一連の内乱に含まれる。同時に放棄した諸源氏であったが、それらがすべて最初から、源頼朝の指揮下にいたとは限らないのである。さらに源義朝、頼朝父氏が、源氏着流であったというのは、鎌倉幕府の成立という結果論から成立したものであり、実際の川内源氏は、複数の流れに分かれて、 単独の着流が存在する状態ではなく、川内源氏を代表する武者であった源吉家の後継に限定したとしても、大倉合戦や方言の乱で、父や弟を打ってその地位を得た、源義朝の後継者である頼朝だけではなく、大倉合戦で打たれた、源義方の後継者である義仲や、義朝、義方の弟である幸家もその地位を主張できる存在であった。 源氏同士、兵士同士が争う現象は、日本各地で見られた。父系で見れば、源氏だが、母系で見れば、兵士、または、その逆という武将も、将からずいて、巨州に苦慮した者や、一族が二つに分かれて争った者もいる。一族総国の物語は、戦国時代に多いが、この時代にすでに始まっている。武士は発生当初から血縁的要素よりも、 支援的要素の強い集団であったが、この乱は日本を一層の支援社会へと導くことになった。北条時政、土井寂平、熊谷直實、ね、畠山重忠、梶原景時、三浦義澄、千葉常實、ね、上佐広告など、坂東八平氏を中核に多数、新田義重、佐竹秀吉、源規定など楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。